はい、大家好。こんにちは、シャメです。本日は、Rebirth 1999やっていきたいと思います。さ、前回、チャプター1の、ちょっとボリューム上げるか。水晶玉よ、どうか答えを導いて。さて、まずは、ログイン。ダストをもらいました。ん？上層部はこの日がコーンブルメの誕生日であると知っていたが、お祝いの言葉を送ることはなかった。幸い彼女はそんなことなど気にしていない。コーンブルメの記念の旗をもらいました。で、こちら。まあ、ガチャ券かな？モノローは。おそらく。待ってよ。で、受け取る。で、メール。初回アンケート。アンケートも後かな。ミッション。あ、ストーリー。一章の8かな。をクリアする。クリアした。はい。で、スーツケース内の1体の獣本源キャラをレベル10まで上げる。うん。で、スーツケース内の星本源キャラを15まで上げる。ウィークリーとかもある。キャラクターを10回レベル、あ、そんなのもあるんだ。へぇ、あ、ウィークリーだから、あと2日でやんなきゃ変わっちゃうのかな。じゃあ、ストーリーいきますか。我らの時代。今度は証券カーニバルですね。こちら。行きたいかと思います。セキュリティカーニバル。これでひとまず安全ですな。助けてくれてありがとう、ミス・ドルービス。森の奥へ進むなんて、あのオレンジ色の髪の娘を探しに行くつもりかしら。ええ、あの子なら麻酔を撒いた後、モスグリーンのベントレーに乗って北西に向かっていくのが見えた。この森は全ての来訪者の行く先を知り、ある時はそのものを迷わせ、ある時は光へと導くのよ。あなたのお友達は幸運をお持ちのようね。北西の出口は地図から見るとザ・ウォールデンのすぐだね。あなたたちザ・ウォールデンに行くの？そう、あなたたちも今夜のストーム会に参加するのね。ストーム会？ストーム会って何？各地の優れたアルカニストを招集して行う集会よ。彼ら以外にもオーナーと親交のある名家や一般の常連客も招待されるわ。きっといつも通りステージバトルに加えて、想像しいこの集会でとっておきのいい知らせを発表するのでしょう。そのいい知らせとは具体的に何でしょう、ミズ・ドルービス。申し訳ないけど、私は興味がないのでわからないの。そうね、そんなに知りたいのなら私の招待状を使って参加するといいわ。あれ、あ、違う人でも参加できるのか。この集会は地下バーで行われる闇集会よ。参加条件はこの招待状と
5万ドルの株券を所持していること。まあまあの金額やで。株券？このバーはなんでいつも金融証券と関わりが？私はもともと株式贈与契約書を一部持っていたのですが、友人に焼き払われてしまいまして。そう、まさか無一文でここまで来るとはね。1929年、株価は恒久的に高い高原のようなものに到達した。こんな論議を聞いたことはあるかしら。あ、この年あれだ、世界恐慌だ。ああ、ウォールストリートから世界恐慌に発展した。今や人々はほとんど現金で取引することはないわ。アルカナムの介入により株取引は驚くほど便利になった。新時代の都市は急速に拡大していき、マセーラですら足場を失ってしまった。このような時代の中、膨大な消費欲を満足させられるのは融資と絶え間なく急騰する相場だけ。このアップルめの記憶にある歴史とは似ているようでいて、どこか違いますね。これは5万ドルの株式贈与契約書よ。それでも参加したいのなら持っていくといいわ。え？いいの？君は行かないの？お気遣いありがとう。でも今のところはこの森を離れたくないの。サインするしかないからね。はじめまして、私はあなた様の取引仲買人です。当贈与申請を受理しました。申請が許可されました。名義を変更しました。日頃よりブルーチップをご利用いただき誠にありがとうございます。本日は不動産投資が注目を集めております。以下あなた様におすすめのプランをいくつか。不要ですよ。では。おお、今どこから音声が？この道をまっすぐ進んだ先にある3本のヒノキが森林の出口よ。そろそろお別れの時間ね。この森があなたたちを導いてくれるよう願っているわ。そうだわ、バーのオーナーに会ったら私の代わりによろしく伝えてね。オーナーさんとは知り合いなのかな。ニューソテスの旦那、ごきげんよう。ああ、ちょっとサイコっぽい子だ。シャープ4か。シュナイダー、彼らを無事連れてきたかい？アルカニスト7人、誰一人、小指一本もかけてないわよ。全員ベンデッタの競技にとても興味があるそうよ。きっとすぐ忠実な使者となって命まで捧げるでしょうね。競技、ちょっと宗教じみてる感じだな。任務を完璧に終えたあたいに何かご褒美はあるのかしら。目撃者を数名生かしたようだな。あれれ、確か任務の中に一般市民を殺せという指令はなかったわよね。それともあんたたちにとって純血ではないアルカニストは何の価値もないのかしら。いくらあたいが南側のマフィア出身だからって情けはあるつもりよ。ストームとは違ってね。もちろんベンデッタは特別な存在には例外を設ける。例えば今もなおあなたの失踪した姉を探していることとかね。
ろしく頼むわ。物浮いた影が扉の外へ進んでいった。もし技師のミス・マリアンがあなたがここまで彼女を思っていると知ったら、きっとお喜びになるでしょう。何せあなたはグレコ家の養女に過ぎないのですから。結局はあの人間たちと何の血縁関係もないわけだ。何はともあれ、十数年生活を共にした家族だしね。マリアンのことを気にかけてくれてありがとね。けど確か失踪したのがどの姉かまだ教えてなかったはずなんだけどな。ママ電話かけてるかな。ダイヤル式だね。ママ、すぐに荷物をまとめて今夜ここから離れよう。To be continued。 お、またミニストーリーが発生しておりますかね。これなんだ。あ、なんかもらった。獲得。でこちらかな。シニョーラ・グレコは受話器を下ろした。彼女は絵に描いたイタリアマンマのように冷静だった。彼女たちはピストルを取り出す前、とびきりうまいパイを焼いてたりするもんだ。はい。盗聴や紛争を防ぐため、ドアの外には十分な数の黒ずくめなガードマンが立っていた。シニョーラ・グレコは目の前に1、2、3、4、9、10、11人の子供たちを冷静に一別した。シュナイダーの世話のもと、ここ数年でビッグな家族になれたのさ。シニョーラ、さっきのこの親、養母かな。彼女たちは誰？シュナイダーの姉たちさ。シニョーラ・グレコには見分けがつかない。唯一シュナイダーだけ彼女たちと違っていた。彼女は地震という災害の中で生まれ、血まみれのまま2時間後にやっと産声を上げたんだ。父親が彼女に洗礼を受けさせていないことに気づいたのは1歳になった時だった。グレコ夫婦はギャングの事務処理が苦手だった。いつから娘が家族の頼りになったのかすら覚えていない。シュナイダーがポケットから500ドルを取り出してテーブルに置いたとき、彼らは初めてめまいを覚えたのさ。シュナイダー、シュナイダー。親からさほど関心を受けてこなかった末っ子。すべての子供にたっぷりの愛情を注ぐのは無理だった。生態すら分けてもらえなかった。でもいい子は誰にも迷惑をかけたりしない。彼女は教会の外にあるベンチに座って歌を歌うようになった。そして己の進む道を見つけ、取り憑かれたかのように闇市に足を踏み入れた。彼女はある日自分の新しいアイデンティティを宣言したんだ。ちょっと生態について知りたいかな。これ何？とある神聖な宗教儀式に出席するとき食べるパンだ。
競技によって違うが、イーストが入ってたり入ってなかったり、形や味が変わる様々なパンを指す。そしてシニョーラ・グレコがこう述べた。今生死に関わる時が来たよ。もし今晩シュナイダーが無事に戻れたら、私たちは月が昇り始めた時に出発しよう。目の前のドアが次々と閉められてゆく。でも慈悲深いマリア様はきっと最後の庇護をしてくださる。我が子たち、今日という日を永遠に覚えていて。どうだ、元にいた家から逃げる、夜逃げみたいな感じなのかな。彼女の発言は身分相応だったさ。だがシニョーラ・グレコの瞳はテーブルの上に置かれた小さな聖母像から離れてなかった。服の襟はもうびしょ濡れさ。午後4時、一つの家族は新しい放浪をすると決めた。なんか、ある城から別の城へ。で、もう一個もいた。小道に魔性のシーツ。魔性は言葉が通じないため、よく道具を使って意思表示する。目の前のシーツをかぶって叫びながら踊っている行為は、挑発を意味する。おお、静かにする？はい。あ、バトルになるんだ。え、静かにするなのに。はい、行動開始。はい。いいわ。ミス・マチルダ・ブアニッシュの力をお見せしましょう。流利がないね。メンタル防御力が強い。あ、どうだっけ、誰がメンタル防御力が強いとかあった、攻撃力が強いとかあったっけ。あ、覚えてないな。あ、とりあえず当たった。よくわかった。うーん、やり方はわかってるわよ。刃のように。うららら、当然レイニョス・レイドイン・センス・エリン・ピーナ。まだやれません。あ、結構強い。じゃあこれ、命令するの。これアタック。ああ、うんうん、そうだね。 I know the moon and this is an alien city. Hey! Yeah! うん、ね、これで、敵が可愛いんだよね、これ。これってして敵のそのひし形の光って、これレア度っていうか強さかな。だとしたら後ろの子を先にやるべきだったね。なかなか難しいな。命令するの。ね。デバフ。やっぱ立ち。先輩
あ、武装解除ができたのか今。ね。準備。ああ、うんうん、そうだね。ちょっと待って。これね、誰が誰の技かパッと見わかんないんだけど、色とかで判断してるんだけどさ。まだ見ぬ世界をこのペン先に。まあ、準備。使っちゃおう。ビバラフラン、ビバラマチューダオッケー、本源の相性をね町は再び静かになった。気絶した魔性はもう声を上げることはなく、地面に白いシーツが散らばった。次回、蝶の羽ばたきかな。こちらをね、次回やっていきたいかと思います。では、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。